どうも、プツドンです。今回はフィンランドの単語で4回目のモーテルを超えろの解説をしていきます。いつも通り電気の紐を3回引っ張ってモーテルに入りましたら、受付にあるベルを2回鳴らします。そうすると奥の真ん中の部屋が開くかと思いますので、ここに入りましてラジオのスイッチを全部つけていきましょう。ラジオが全部止まったらまた受付に戻り、ベルを1回鳴らして、今度は一番奥の部屋に行きます。ここにも先ほどと同じようにラジオがありますので、全部スイッチをいじっていきます。でまた同じく受付に戻りまして、ベルを1回鳴らすと一番手前のドアが開きますので、中に入って鍵を取りましょう。鍵を取ったら受付の横にあるドアを開けましょう。あとはいつも通り電気の紐を3回引っ張れば先に進むことができます。はい、といった感じで、わからなかった方はぜひ参考にしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ではまたねー。